こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、初心者が3万円だけで転売ビジネスで利益を5万円以上稼ぐコツとは、ニッチな方法で利益を上げることを大公開しますというテーマについてお伝えします。それでは早速行ってみましょう。はい、この動画ですね、こちらのタイトル通りですね、ニッチな方法ですね、ぜひ失敗がね、しづらい方法をぜひね、紹介させていただきます。はい、まずこちらですね。大まかにですね、商品はこういった風になりますね。で、私はですね、カメラと今中国に寄ってます。で、スニーカー現在ですやってるんですね。で、中国にもですね、かなり利益上がるようになってきまして、カメラはですね、利益を上げるんですけど、まず、カメラはですね、こちら利益10%なんですよね。だいたい約10%と考えていただければいいんですけど、仕入れ先はですね、国内、海外ですよね。海外に輸入していただいてもいいし、国内でね、仕入れるのもいいですよね。で、このカメラですね、確かに利益出せます。ただ一つ弱点があるんですよね。それなぜかと言いますと、黒字倒産ですね。はい。で、利益率が高い以上、早く売らなければね、利益発生しないので、実際例えばね、Amazon で出品して、出品しますよね。そうすると、商品残ってしまう場合あります。で、そういったね、悩みをね、よく聞くことなんですよね。これがですね、黒字倒産です。はい。で、最悪のパターンはですね、本当に売れなくて、クレジットカードの、ね、支払いもできない状態になります。これ実際に。はい。で、ヤフオクとかね、メルカリで売っていただいてもいいんですけど、同じような状態ね、ラグも一緒なんですけど、早く売らなければ利益が、発生しないので、常にね、値段を気にする、ね、ライバルの値段を気にして売っていかなければね、黒字倒産になる確率が非常に高いんですよ、正直。ただし、利益は大きく出せます。1万円以上ね。1万とか3万とかね。最近私ですね、4万円ですね。出してます。はい。なので、そういったの、危険度をはらんでいるので、3万円から勝負するってなった時に、大体ね、4万円とかになってきますと、大体10万とかね。商品を売るんですけども、中古に売るんですけど、そういった商品を仕入れないと、一撃で、ね、3万、4万って出せないので、3万円で勝負するとしたらですね、非常にですね、ハードルが高くなってきます。レンズを狙うとかになってきますので、ちょっと厳しいですね、正直。で、2番の中国なんですけど、これはですね、利益率、大体20から50いくときもあります。で、こちらはですね、3万円から勝負していいんですよ。で、この中国に何がいいかって言います。まずですね、商品単価率は非常に安いんですよ。で、商品によってなんですけど、1円以下です。0.7円とかね。実際存在してます。はい。で、その代わりその商品は大量に仕入れないといけないんですけど、利益率っていうか仕入れ率が非常に低いので、ダメージね、黒字倒産になる確率は非常に少ないですね。はい。で、こちらで黒字、もう3万円です。まずですね、もうレンズ仕入れるって形になっちゃいます。中古とかね。ちょっと中古の知識ないと厳しいと思うんですよね。こちらはですね、もう仕入れ自体が安いので、黒字倒産がしにくいんですよね。で、Amazon で売ってもいいし、メルカリで売ってもいいですし、ラクマでも、ヤフオクどこでもいいです。はい。で、どこで売っても売れますし、メルカリだとね、利益率高く売ることも可能なんですけど、アカウント取れる確率があるので、その点ね、対策していただければいいかと思うんですよね。はい。なので、ぜひね、初心者の方はですね、中央輸入、ここをやってほしいんですよね。で、配送方法によってはですね、安く仕入れること今できます。はい。それはね、代行会社の方に聞いていただいてもいいかと思いますね。はい。ぜひね、中央輸入をやっていただければいいかと思います。ぜひ試してみてください。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。インクリングのスタンプお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。